初心者の初心者者です今回ですね、えー、タウンホール5における、まあ、そのタウンホール5って基本的に攻められるのって、あの、在費だと思うんですよね。タウンホール6、号ってやっぱ、在費のすごいもう層が厚いので、在費をね、あの、在費対策の、まあ、トラップをうまく使った在費対策について説明していきたいと思います。今回見てわかる通りですね。 あのこ,の,ことのバーネドラップであったりわざと繋いいでないでなんすよわざとここで繋がないことによってもしジャイアントがここの壁を破壊しに行ったとしてもこう行くようになるんですねあのジャイアントの攻撃優先目標は防衛施設ということなのであのここ破壊された場合でも絶対こっちに流れ込むとその間に迫撃砲がね2発もうこの迫撃砲のカバー力によって、まあ、どんどん焼いていくというあれですね。 はい、ウィザードの塔とか、まあ、バネトラップでもう全部吹っ飛ばしていくとそして、えー、真ん中の対空砲には近づかせないという作戦でございます。これ,、まあ、これねもう非常に本当タウンホール5、まあ、タウンホール、まあ、それを応用して6とかも全然できると思うので、まあ、相手から見たらここは完全に空白なので絶対バネトラップあるなと思うんですけども、まあ、逆にその心理的なあの心理的に攻め込ませないっていうのもありますしもし万が一攻 できたとしても確実にジャイアントを、えー、まあ打ち上げることができるという配置になっておりますぜひお試しくださいご視聴ありがとうございました